皆さんこんにちは。希望の日本先生チャンネル、まだまだこれからということで、今回も山田忍先生をお招きいたしまして、いろいろとお話をやっていこうと思います。先生よろしくお願いします。よろしくお願いします。前々回に佐渡の大切さで、前回は佐渡と金、そして佐渡と日本の国防ということでお話を伺ったんですけど、これ僕はどうしても先生にも伺いたいのが、あの佐渡と順徳天皇の お話あの実は僕は百人衆 の全部の歌の解説をした本を以前出させていただいて、百人衆といえば1番から100番まで百首の歌があって、その最後のオーラスを飾る100番目の歌が順徳院、まあ院ってなってますけど、もともと順徳天皇ですよね。でこの順徳天皇の桃敷や古き軒場の忍びにもなおあまりある昔なりけりという、この歌が百人衆の一番最後の歌になって、まあ、そういう意味では歴史を代表す、歴史をある意味象徴する、大変まあ重要なご存在であったのが順徳院であり、まあ、それ以前は順徳天皇であったということになるかと思うんですけども、ちょうどこちらのね、本を執筆されて、でもう こちらも読ませていただいたら、まあまあ詳しい詳しいで、また歌もたくさんも乗っけてらっしゃって、いやすごいなと思っていたら、なんかお話があったら今度あの順徳天皇の小説を書いてらっしゃるって、はい、今ちょうど執筆中で、はいはい、これは楽しみだなあのじゃ あの、ちょっと簡単にですね、順徳天皇のあのお話をさせていただきたい、はい、今あのご紹介いただきましたこの順徳天皇という本ですが、これあの一昨年2021年の春に上市いたしました。まあ2021年というのはちょうどですね、まあ去年でしょうか、 NHK の大河ドラマで鎌倉殿の13人、はいがありました、はい、まあ、いわゆる鎌倉殿の13人のいわゆる主人公北条義時っていうのは、はい、順徳天皇にとっては天敵でした。うん、まあ、要するに、鎌倉幕府というよりは北条との戦い、いわゆる承久の乱ですね、はい、まあ、私は承久の変と言ってますが、はい、その戦いに敗れて佐渡に流された。うん、しかも北条というのはですね、源元家、はい、いわゆる将軍ですね、はい、でいわゆる幕府っていうのは朝廷の組織の一部ですよね、歌舞伎町ですよ ね、はい、でさらにその将軍の軽視ですよ、はい、北条っていうのは執権というのは後で、はい、まあ、いわゆる、名称つきましたけれども、はい、せいぜいその頼朝、まあ、もっと言うと時政は、うん、はい、あのいわゆる部下ですよね、うん、部下というからやっぱり刑事ですよね、はい、その伊豆のですね、一豪族が天皇、しかも三上皇ですね、はい、お父様の後鳥羽上皇、はい、それからお兄様の、土見方上皇、はい、それから順徳上皇、はい、これを島流しにしたわけですよね。これはもうとんでもないとんでもないことです、まあ、だから日本史上ですね、まあ、あの大化の改新とか明治維新とかですね、はい、もちろん太平洋戦争、まあ、いろいろ、大きな事件がありましたが、はい、史上ですね最も大きな、はい、日本史上ですね、はい、大きな事件が実は承久の変だという、あの指揮者もあのいます、はい、つまりその、今までその天皇が日本という国を統治していた、はい、それが今度は、はい、幕府、まあ、いわゆるあの、厳密に言うと承久の変によって北条ですね、はい、一旦なる豪族です、はい、これが要するに、日本を支配するようになって、はい、そこからいわゆる戦国時代、室町、はい、それから戦国、時代、それから江戸を続いて650年間で、はい、明治維新になって大政奉還でまた、はい、一応形式的に、まあ、あのやる天皇新政になったわけですね、はい、でそれぐらい大きなエポックメイキング的な事件だった、うんうん、で要するに承久の変で朝廷側は後鳥羽、当時は上皇です、はい、まあ、あのお兄様の土見方上皇、それから、はい、順徳上皇、みんな三上皇だったんですが、はい、あの
その中で歴史上ですね、うん、後鳥羽上皇が圧倒的にですね中心人物というふうに表されていますが、うんはい、実は順徳天皇が私は北条打倒というか、はい、鎌倉幕府打倒のですね、はい、お父様にも相当けしかけたんじゃないかなと。それはですね順徳天皇のお母様、はいはい、これあの藤原の重視といってですね、後鳥羽上皇お父様の寵愛を受けた、はいまあ、藤原氏の中堅貴族の、はい息女でした。で、その母方の先祖っていうのは平家なんですね、はい、平氏なんです、はい、だから壇ノ浦で海の中に沈んだ安徳天皇、はい、有名な、はい8歳でですね、はい、おばあさんと一緒に義経によって、はい葬られた安徳天皇は順徳天皇のおじ様にあたります。でだから要するに、はいこの本にも書きましたが、はい、順徳天皇には平の清盛の血が入ってるんですね。だから要するに鎌倉幕府を、はいまあ、対鎌倉ということになると、はい、要するに頼朝によって平家が滅ぼされました。だからもう要するに、鎌倉元家を抹殺したいというものが順徳天皇のまあ、地には入っていたんじゃないかということが一つ、はい、それから非常にその要望もですね升鏡なんかには書いてありますが、はい、非常にハンサムだった。うんそれから和歌に秀でていた。うん、まあ、お父様も非常にスーパースター、いわゆる地点の君といわれるスーパースターで、はい、新国君和歌集をですね、はい、編纂する。順徳天皇もそれに劣らず素晴らしい和歌に秀でた帝でした、はい、だからいわゆる家政といわれるさっき先生がおっしゃった、小倉百人一首を、うんまとめた藤原定家、はい、藤原定家は順徳天皇の和歌の師でもありました、うん、で藤原定家は順徳天皇のこの和歌の才能っていうものをもう見出していたんですね。だから小倉百人一首っていうのは100番目鳥が、はい、なぜ順徳天皇か、うん小倉百人一首っていうのはある意味ではベスト版みたいなもんですよね、和歌の百ですから ね、はい、でその鳥を飾るのは、うん、お父様の後鳥羽上皇でもよかったし、まあ場合によっては自分でもよかった。じゃあでもなぜ順徳天皇なのか。そもそも一番歌が天智天皇ですから。そうです、天皇に始まって天皇に終わる、はい、つまり天皇とともにある500年の平和と繁栄の時代、それが崩壊するまでを描いたのが叙情詩としての百詩の歌で描いた叙情詩としての百人一首、百詩の歌を一首とする。そのように考えた場合でもおっしゃる通り、最後を飾る天皇をどなたにするのか、最初の天皇を誰にするか、最後の天皇を誰にするのか、これは編纂する上でものすごく重要なポイントだったと思いますね。でその大鳥が佐渡に流されることになってしまって、そして佐渡で崩御された、うん順徳院、しかも順徳天皇ではなくて順徳院として百人一首に乗っけてるっていうのは、やっぱり何か そこに意味があると考えるべきでしょうね。そうですね、はい、定家は我々の 今思っている知識とですね、はい、当時鎌倉時代、はいわゆる800万年前に戻る、その時の知識というか状況と全然違う、うん、当時は順徳院っていうのはまだ20代で若いですが、はいもうお父様以上にその和歌に秀でた歌人であり帝であるというのはもう世に知られていました、はい、特に京都では、だからじゃあそれほどの方がなぜ今そのクローズアップされてないのか、これは早い話が記録がないからなんです。上級の戦いで敗れて佐渡に流された時の年齢が25歳です、はいうん、で25歳で22年間佐渡に一歩も出ることなく46歳で崩御しました、はい、でしかもですよ、はい、その崩御の仕方っていうのは、はい、自ら命を絶ったんですね。絶食をしてもう都に戻れるチャンスが2回あったんです、はいはい、ところが北条泰時、はい義時と泰時によって断たれたんですね。それで最後一路の望みも絶たれたということで、もう存命無益ということで絶食をして佐渡の地で、
自ら命を絶とうと。ところが最後の最後はやっぱりその9月9日朝陽の日にですね、はい、亡くなりたいと希望を持ったんですが、はい、やっぱり絶命できなくて焼け石を額に当てて崩御したというぐらい非常に悲惨な亡くなり方をされました、はい、で、今の金城天皇で、126代になります、はい、順徳天皇は84代です、はい、この126代で自ら命を絶った天皇っていうのは2人しかいません。39代の光文天皇、はい、これは壬申の乱で、はい、おじさんと戦って、はい、これ内紛ですけれども、はい、自ら首を吊って亡くなったことになってますね。だからもう一人が順徳この天皇なんですね。光文天皇についてはあの遺説もあって、で、あの壬申の乱自体が天智天皇天武天皇で、まあ、主君が一種のやらせ、うん、で、天智天皇と光文天皇は2人とも吉野にでずっと晩年過ごされていて、持統、ね、天皇は、まあ、そこに三十何回通っていたなんていう話もあるぐらい、うん、だからもしかしたら生きていた可能性もあるんです ね、 ただ順徳院に関しては間違いなくもうお亡くなりになってしまって、 その後生き延びたっていうのはちょっとない、まあ、ないですね。だからそういう意味ではもしかしたら歴史上唯一そうですだったかもしれない。あの自らの意思で命を絶った、はい、帝っていうのはこの順徳天皇だけですね、ということになります、はい、あのいわゆるあの日本の三大怨霊となった至徳天皇、はい、これはまあ紛死、まあ、いわゆる、まあ、あのまあいわゆる実際ではないです。それから安徳天皇も、はい、まあ、おばあ様に抱かれて海に沈みましたからね、はいはい、これもまあ自ら進んで自殺をしたわけではないです。安徳天皇もあの生きていたっていう、そのせ、あの、ね、あのいわゆる都市伝説的な、はい、いや、もう実際そういうあの文書と場所が残っていたりするので意外と本当なのかもしれない、知れないなと思ってるんですけど、うん、あのそのだから安徳天皇も、まあ、生きていた可能性がある。それから、もう一方の至徳天皇はもう封印しで怒って怒り抜いてうわーとなってそのまま、まあ、行っちゃいましたって言うんだけど、でも記録を見ると地元の人たちにものすごく愛された、ものすごく人柄のいい、そうですね、有能な歌人でもありましたですよね、はい、だから、まあ、そういう意味からしてもあのそうやってこう一人一人の のご自責をずっとちゃんと見ていって、まあ、いわゆる遺説とされているものも含めて考えていた時にまさにその、まあ、自ら命を絶たれたっていうのは順徳天皇に他にないという、異例中の異例です、ね、異例中の異例ですね、はい、で東日本に、はい、まあ、いわゆる御陵といいますか、あの今間の御陵と言いますが、はい、そこはまあ厳密に言うと仮想塚です。あ でそのご遺骨はあの、まあ、京都の大原陵にお父様、うん、私も、はい、あのお参りに行きましたけれども、はい、大原陵に、ご遺骨は眠っております、お父様と一緒に。で東日本で、天皇帝であった方の御陵があるのは、はい、まあ、今 その現代 あの、はい、いわゆる多摩陵や武蔵陵を除いてですよ、はい、この新潟県の佐渡だけです。で宮内庁の方で御陵として、呼称してよろしいですということになってます。だからそこへ行くとですね、ちゃんと宮内庁の中で御陵、はい、御陵って書いてあります。まあ、厳密に言うと仮想塚という形になりますけれども、はい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 、でそれぐらいあの、はい、順徳天皇というのは得意な天皇だ。じゃあなんでそれだけの有能な帝であった方が、はいはい、本にないのかと、はい、ほとんどないですね、はい、でこれは自ら命を絶つ前に近従に命じてですね、はい、全部、まあ、後世怪我されたくないということで、これだけ文才もあった方ですから、新規というような日記、はい、それからまあ、和歌は、まあ、都に送りましたから、順徳院は百首とか残ってますけれども、はい、全部焼かしたんです。だからこの間野のこの山の方でですね、はいはい、焼かして、でそこをだから今その山は京塚さんというふうに京都から持ってきた自分のお経だとか、はい、大切にして言ったような書物とかを、それから自分の日記等ですね、全部記録を後世残したくないということで焼かしたんです。だから記録がないから学者入読点のことを書けないんです、うん、そういうこともあってですね、私が生まれ育って、はい、まあ、この本の中にも、
書いてありますが、まあ記録がない中で佐渡にもいわゆる交渉や伝承、うん、そういったようなものを、はい、まあとにかく、集めて、また潤徳院ゆかりの佐渡の地を巡ってですね、はい、まあその中でまとめたのがこの本です。でこの本はあくまでも、まあ、いわゆる論考ですから、限界があります、はい、で今先生がおっしゃったように、小説潤徳天皇物語っていうのを書いています。で小説という形であれば潤徳天皇がどのような思いであったかとかですね、そういったようなことも、ね、はい、まあ、いわゆる創作という部分で、書くことができるので、それを今まとめて、まあ、なんとか、年内中には脱稿してですね、はい、来春に向けて上司できればいいなと思って、楽しみ、はい、思ってます、はい、まあ、考えてみてください。25歳で、うん、お父様は、はい、沖ノ島ですね、はい、京都から比較的近いです、はい、お兄様の執務家と上皇は、はい、直接、変に関与しなかったもんですから、はい、お咎めなしということだったんですね、うん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 、北条は。まあ、ところが、まあ、忍びないということで自ら進んで、四国の方に、はい、さぬきの方に、まあ、土佐ですが、はい、土佐それからさぬきの方に、まあ、行ったと。で潤徳天皇は一番遠い佐渡に流されました、はい、これは北条義時泰時が潤徳天皇の才能を一番恐れたからです。25歳、リベンジが怖いです。言いようがないですよね。もしまあ、例えば、うん、天皇の代が変わって赦免、はい、戦時をしてですね、はい、まあ、許す、そして環境、要するに京都に戻すっていう可能性も後世ありますよね、はい、でところがその時に、日本の政治を牛耳っていたのは幕府ですからね、はい、で幕府、鎌倉幕府を牛耳っていたのは執権北条ですから、はいはい、で義時も泰時もこのお父様以上に潤徳天皇の才能を恐れた。だから絶対に、さっき冒頭言いましたが2回チャンスがあった。それ全部ことごとく北条によって潰された。もし京都に戻れば、はい、あれだけの才能のある方だから怖くてしょうがないんですよ、リベンジが。それはあるだろうな。はい、ありがとうございます。和歌の才能ということで今山田先生からお話を伺っていったんですけれども、実は和歌っていうのは相手の思いを察する文化なんですね。聖徳太子の十内条憲法の第11条に明察効果、良いことも悪いことも明らかに察して先に手を打ちなさいという言葉があって、これが元になって和歌っていうものを通じて、そのたった31文字五七五七七の中でその人が本当の思いは何なんだろうか、本当に言いたいことは、歌を読む側は本当に言いたいことは隠す。で、歌を読まれた側の方が、いや、この人が本当に言いたかったことは何なんだろうかということを察する。このお互いに歌を通じて察するということを行っている。で、この和歌に長じている人というのは、察することに長じている。つまり、先の先の展開をしっかりと読むことができて、その先々の展開を 見据えた上で、今の一歩を打つことができるっていう、その意味では、和歌を読むことができる人というのは一昔前まではまさに戦略家というふうに見なされていたという部分があるわけですね。でそういう意味で和歌、上手な歌を読む人というのは大変に恐れられる存在となっていた。でそれがその一人が潤徳院であり、でまたその潤徳院が実は鎌倉幕府というものが実はその当時非常に問題になっていた部分が朝廷の荘園となっているところとは別に神殿の開墾百姓として新しく田んぼを作ったその神殿の開墾百姓が武士となり、この武士たちが自分たちの自治っていうものをやっていくのにあたって幕府を作っていくっていう、これは OK なんです。 OK なんですけれども、貴族の持っている荘園にまでその力が及んできて荘園を奪われるっていうようなことになってくると、国内の大昔からある治安が完全に根底から覆されてしまうということで、これが大変に問題になった。この問題になったことについて一つの解決策というものを具体的に展開しようとしたところから上級の乱、もしくは上級の変というものが起こってきている。でそうやって考えてみますと、若くて才能があって非常にこう知恵者でもあった潤徳院が
ある意味恐怖の対象になっていたと十分に考えられるということで、はい、この潤徳院の物語を佐渡という一つの場所を通じて今山田先生が蘇らせようとしていると。これはただ潤徳院が蘇るということだけではなくて、本来の日本人が大切にしなければならない文化ではないということを、これを明らかにするということにもつながってくるんじゃないかなというふうに思いました、はい、いやもう本当に先生今日はありがとうございました。いやありがとうございました。ではこれいきます。希望の日本再生チャンネル、まだまだこれから。